広瀬まりのおしゃべり見聞録は、広瀬まりが感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この番組は広がるつながる情報発信 IT コンサル光、 iPhone、iPad で生活が変わる有電クラブの提供で、木下城伝承館堀部邸からお伝えしております。さて今日は112話でございます。112でございます。あのクレジットがなんか時々たどたどしくなるいい加減覚えりゃいいのにな、毎回見ないとね、間違えそうで、ね、ドキドキしてる。まあ間違えちゃいけないですからね、クレジットは。あ、クレジットっていうのはあの提供のね、提供してくださる方のところ、その書いてあることなんですけどね、間違えちゃいけないでしょ。で今日はでございますね、今日はまあCD を作るにはこういうことですよっていうのをこの3日間にわたってお伝えしてきましたけれど、じゃあ実際どんな曲が入っているのかっていうのをお伝えしようかななんて思ってます。歌詞カードを見ながら、どんな時に作ったのか、どんなエピソードがあるのか、そんな大したことないんだけどちょっとお伝えできればなというふうに思ってます。で全部で7曲なんですけど、1曲は実は過去と未来というふうに、 to the past to the future というふうにして分けて入れてありますので、実際は6曲なんですけれど、でもやっぱりそれも思いを込めて分けてありますので、まず1曲目に入っている曲は祈ろうという曲です。祈ろう、でまあ副題として to the past というふうになってます。この祈ろうという曲、祈るって皆さんされてるかな、どうかなと思いますけど、祈る、拝む、なんだろう、手合わせる、もしくは手を組むというようなことで、手を組むっていうね、手を組んで、でキリスト教なんかの方はこう手を組んでお祈りをされていますけれど、まあ、祈るっていう言い方が、どうしても私キリスト教のイメージがとても強くって、神社とかって、神社って祈るって言うんだっけ、祈願、祈るのかな、ちょっといろいろ今不思議に思ってますけれど、まあ、とにかくこう祈る気持ちって大事だなっていうふうに思って、祈りの気持ちってやっぱりすごく遠くまで飛んでいくと思うんですね。その思いが届くっていうことで、じゃあ、この歌ではその相手の、どなたでもいいんです、相手の心が豊かに平穏になっていくといいなっていうこととか、それから夢が本当になっていくといいなというような思いを込めて、歌って作ってます。で今回その一つの曲を分けて入れてますけれど、 To the past の方は、これ喋っちゃっていいのかな、 To the past の方はちょっと自信のない私、なんて声もそんなに張って歌ってるわけではなくて、イメージとしてはちょっとこうお風呂に浸かりながらゆるい感じで歌ってるようなイメージです。でなぜかというと、やっぱりこれからこう、昔はこうだったんだよ、でもこれからはこうなっていくんだよっていうのの表現の一つとして、ちょっとこうふわっと力を抜いた歌い方で入ってますので、ちょっと最初びっくりされるかもしれません。いきなりそのふわっとした、前お伝えしましたね、ウィンド系の声、ちょっと息の多いような声で歌ってますので、ちょっとびっくりされるかもしれませんけど、そんなイメージで歌い始めてます。でその中に出てくる言葉として、誰もが小さな光を持って集うことで輝きを増す。当たり前のことかもしれませんけど、一人一人がねそれぞれの輝きを持って集い合うことで、やっぱり大きな光、大きな事業ができるみたいな、イメージがありましたので、そんな言葉を使ってます。まあいろんな曲の中でね、この言葉を聞いてほしいなっていう、こうキーワードを今からちょっとね、これ何回かに分けてお伝えしようと思ってるんですけど、祈ろうの To the past の方はそうです、一人の小さな光だけれども集うことで、やっぱりその祈りが叶っていく、通じていくっていうようなイメージで歌ってます。ね、メロディーとしてはね、これ歌っちゃって大丈夫かないつも祈ろう、心を込めてというようなメロディーラインになってます。でなんか作っていくうちに、なんかちょっと賛美歌みたいな
別にキリスト教徒というわけではないし何言ってないんですけれど、なんとなくやっぱり最初に言いましたように、私の中で祈るっていう言葉自体がどうしてももうキリスト教のイメージだったのかな、作ったらそんな曲になってしまったってだけの話なんですけれど、ちょっとそんなテイストになってます。なんかその辺のこともね、あなんか貧困なイメージなのかもしれないけれど、そんな形で、1曲目は始まります。静かに始まって、これからどんな、物語が展開されるのかなっていうちょっと期待感をはらんだオープニングになっております。オープニングの曲は祈ろう To the Past です。こんな感じでちょっと曲の紹介をしていきたいと思いますので、楽しみに聴いていただければと思います。そうそう、皆さんからのね、こんな話も聞きたいわっていう、メールお待ちしております。メールのアドレスは info@marifan.club info@marifan.club でお待ちしております。それでは112話はこのあたりで。今日の番組はいかがでしたか？皆様からのお便りリクエストなどを募集しております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。 YouTube チャンネルもありますので、そちらもご覧になってチャンネル登録をお願いいたします。マリッペ TV で検索してください。それでは次回もお楽しみに。